皆さんこんにちは。古生物紹介チャンネルをしているラー油です。今回は恐竜の中でもトップを争うぐらい人気の高い植物食恐竜のトリケラトプスについて解説していきたいと思います。それでは早速解説していきましょう。基本情報。トリケラトプスはケラトプス類の代表的な恐竜で、トリケラトプス科に分けられます。トリケラトプスの全長はだいたい9メートルで、体重はおよそ7トンほどだったとされています。トリケラトプスは7000万6600万年前、いわゆる白亜紀後期の時代に生息していた恐竜で、北米に生息していたため、ティラノサウルスなどの獰猛な肉食恐竜と同じ場所に生息していました。トリケラトプスの体の特徴は、名前の由来ともなっている3本の大きな角と、まるで盾のように上部に大きく張り出した頭部の襟飾りで、特に目の上にある角は長さが1メートルを超え、その角が生えた頭骨は3メートル以上という陸上動物としては最大級のものでした。トリケラトプスは群れを作って生活する草食動物だったと考えられていますが、体も大きく角などの武器も持っているため、単独であっても成長した。トリケラトプスを倒すのは大型の肉食恐竜にとっても容易なことではなかったのではないかと推測されています。トリケラトプスはティラノサウルス、ステゴサウルス、ブラキオサウルスなどとともに非常に知名度の高い恐竜として知られ、恐竜に全く興味のない人でも名前と姿は知っていることが多い恐竜です。トリケラトプスの仲間。トリケラトプスの2体ほど紹介したいと思います。カスモサウルスの紹介。カスモサウルスは中生代白亜紀後期のカナダに生息していた、全長約7メートルのフリルをなす骨に左右対称に大きな穴が開いていることが由来になっている古生物です。カナダ西部のアルバータ州で発見されました。自紹介するトリケラトプスの仲間はアンキケラトプスです。アンキケラトプスは白亜紀後期のカナダ付近に生息していた、全長約6メートルの、顎の角は外側に曲がっており、縦に長い襟飾りを持っています。皆さんはトリケラトプスについて理解を深めることができましたか？これを機にトリケラトプスについて知ってもらえると嬉しいです。もしここを直した方が良いよなどがありましたら、ぜひコメントお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。